あれこれ今回で33回目となる北海道旅行も後半戦に突入しました。そんな北海道依存症とも言える私が最も好きな風景の一つが美瑛から中富良野までの丘と木、そして農作物が織りなす風景です。今回の旅の後半戦は、そうした風景をめぐっていくことにするよ。宿をチェックアウトした後、お土産購入のために、もう一度、ファーム富田横の町営駐車場まで向かいます。町営駐車場にある富田メロンハウスは、隣に立地するファーム富田とは、ビジネス的に無関係な組織だよ。実は、ここで大玉の赤肉メロンを購入するのが常であり、特典でカットメロンが無料でもらえます。では、早速食べてみましょうか。
次は売店がオープンした。ファーム富田で、ラベンダーソフトを食しましょう。朝食後のデザートも満喫できましたし、観光客が増えてきたので、恒例の丘巡りを開始しましょう。久々に晴れ渡った空です。麦を買っています。こうした情景を見ることができるのも北海道ならではですね。こうした丘の情景がたまらなく好きなんですよ。富良野盆地より50メートルほど標高が高い丘の上から盆地に向かって
伸びる 5km に及ぶ直線の下り坂です。ひたすらまっすぐな道を下っていくと、真正面に位置する富良野岳の自然豊かな麓へ吸い込まれるような感覚になるよ。では、行くとしましょう。
国道237号沿いの西11線能面能道という標識を曲がった先にある西11線という上蔵の町道がジェットコースターの道です。4.5km のアップダウンの激しい直線道路が続くことからジェットコースターの道と呼ばれるようになりました。観光客はやはり少
くないようで、ゆっくり丘の情景を見ることができます。それでは、次の目的地に向けて進発しましょう。